こんにちは、インドスケハグの川島です。本日もインドスケハグのトレーニングの様子を実況解説していきたいと思います。はい、出だしから大あくびのくまちゃん、本日はくまちゃんのトレーニングをしていきます。この子もね、もうずっとうちに来てくださってて、ほぼもううちの住人みたいになってますけど、とても可愛いですね。結構でも慣れた人にはいいんですけど、あんまりこう面識のない人とか、ちょっとね臆病なところもあるんでね、ちょっと吠えちゃうみたいなところもお家ではあるようですが、ちょっと人見知りも激しいですね。犬見知りも結構あるので、結構犬と一緒に出しても一人でぼーっとしてることとかがあったりとかするような子ですね。はい、でも指示はもう毎日同じことを繰り返しているので、なんかすごくバッチリつけるような感じになってます。はい、ちゃんと左側ですね。で特に何も言わなくてもこう左側にこうついてお散歩することがもうクマちゃんはできているので、まあ、ちょっとねこうやって座るところの位置ちょっと斜めってしまったりだとか、そういうのをまあ日々微調整しているような状態ですね。で結構こう後ろから人が来たりだとかするとキョロキョロが止まなかったりとか、なんかこう追われてる時、こう今みたいに自転車が来た時なんかですね、こう怖い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 ってなるんですけど、まあ、もう1対1であればもう人も基本すごく平和にお散歩することができます。はい、でも何も言わなくても勝手に座って待ってるんですね。はい、はい、で扉またぐときは座れ待てで待たした状態で、はい、その左について待たせます。はい、で常にまあリードがついているとき、まあ、お家の中でこうやっとお家だって言ってこう引っ張ってしまったりだとかすると、お散歩を引っ張る癖っていうのがついてしまうので、どんなシチュエーションになってもリードがついたら、まあ、その半径内に犬が常にいるように、まあ、意識をさせるように教えていってます。まあ、どんなシチュエーションでもリードは引っ張らせないようにしてあげてください。はい、で足拭きですね、まあ、足怪我してないかとかも確認していただく上で、まあ、あまりこれも流れ作業でやってしまうとそういうところを見逃してしまうので、ちゃんと、まあ、お向けとかにして念入りに触るようにしてあげてます。はい、もうベテランですね。はい、それでは今回の動画は以上になります。高評価、チャンネル登録お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。